伝説のロックスター再生計画は、ニコラス・ストーラー監督、脚本による2010年のアメリカ合衆国のコメディ映画である。ストーラーの2008年の映画、寝取られ男のラブバカンスのスピンオフ作品であり、同作より、ジョナ・ヒルとラッセル・ブランドが再出演している。ブランドは引き続いて、アルダス・スノー役であるが、ヒルは、新キャラクターのアーロン・グリーンを演じる。 ジョナ・ヒル、ネトラレ男のラブバカンスの公開から一週間後、ユニバーサル・ピクチャーズは、新作映画、ゲット・ヒム・ツー・ザ・グリークの企画を発表し、ジョナ・ヒル、ラッセル・ブランド、ニコラス・ストーラー、ジャドア・パトーと契約した。ロンドンのキャブンディッシュ・スクエアでの撮影の様子。ラッセル・ブランドは 2008MTV ビデオ・ミュージック、アワーズの発表準備の際、クリスティーナ・アギレラ、ピンク、 ケイティ・ペリーラにカメオ出演の話を持ちかけた。リハーサルは2009年4月27日より行われ、撮影は5月12日から始まった。ニューヨーク、ラスベガス、ロサンゼルス、ロンドンでロケが行われた。アパトの作品がアメリカ以外で撮られるのは、これが初めてのことである。トラファルガー広場での撮影中、ブランドは、 通行人によって噴水に突き飛ばされた。ロッテントマトズでは183件のレビューで73%が支持し、平均点は6.3、10となった。メトクリティックでは39件のレビューで、過重平均値は100点満点は65点となった。北米では、公開発週末3日間で1757万955ドルを売り上げ、シュレックフォーエバーに次いで、 初登場2位となった。イギリスは、初週末に1569,556ポンドを、売り上げ1位となった。北米での累計興行収入は6,0977,447ゴドルであり、音楽コメディ映画としては、スクール・オブ・ロックに次ぐ記録となった。サウンドトラック未収録曲、ゴーステッド・パウツ・バイ・マーズ・ボルタ、ロンドン・コーリング・バイ・ザ・クラッシュ。 アナーキー ols, ・イン・ザ・ユーケ k バイ、セックス・ピストルズ、二重センチュリー・ボーイ、バイ、ティレックス・ロックス・オフ、バイ、ローリング・ストーンズ・アナザー・ガール、アナザー・プラネット・バイオンリー・ワンズ・ストリクト・マシン、バイ・ゴールド・フラップ・ゴースツ、N ・スタッフ、バイ、デッド・マウス、フィーチャリング・ロスス、ワイヤー・パーソナリティ、クライシス、バイ、ニューヨーク・ドールズ・ワールズ、オン・ザ・ダンス・フロア、バイ・ファー・イースト・ムーブメント・カモン。 アイリーンバイデキシーズミッドナイトランナーズクレチン、ホップバイラモーンズストップドロップアンドロールバイ、フォックスホットタブス、タッチマイボディバイ、マライアキャリーラブトゥデイバイミーカファックメ、アイアイムフェイマスバイ、DJ、ディジェガルガマー、ホワットプラネットユーオンバイバーディロックスフィーチャリング、ルチアナインサイドオブユーバイインファントソロー、リッキーフィーチャリングプリンセス,ススーパースターバイ、ラリーティ。ありがとうございます。